TOS テレビ大分と J コム大分ケーブルテレコムが災害から命を守るためタッグを組んでお伝えします。備える、生き残る、防災。 TOS と J コムが共同で制作する防災企画、今日は J コムの石田さんです。よろしくお願いします。今月は災害ボランティアをテーマにお届けしています。まずはこちらをご覧ください。現在大分県の災害ボランティア登録者数は1671人、一般の方で年齢も幅広く登録されています。このうち今回注目したのは郵便局員の方々。大分県に286局あるうちの 95% の局長がなんと防災士の資格を持っているんです。そこで今回は局長として働く傍ら、いざという時は災害ボランティアとして活動している方を取材しました。普段は大分市育志の郵便局で働いている江藤さん、日頃から窓口や自宅訪問で近隣住民の方々との交流を大切にしています。私たち全国の郵便局社員局長は地域貢献という大きなスローガンのもとに各災害地域に行ってボランティアをするような活動をしております。九州北部豪雨で日田市に初めて行ったんですけれども、その後しばらく時間が空きまして今回の大分市八幡地区のボランティアに行きました。で、私も、まさか自分の勤務している近くでですねこういうことが起こっているとは、夢にも思わなかった状況です。県内でも大きな爪痕を残した令和2年7月豪雨、大分市八幡でもおよそ40棟が浸水被害に遭いました。当時この地区の復旧に訪れた災害ボランティアはおよそ450人、江藤さんもそのうちの一人でした。本当に今すごい穏やかなんですけれども、はい、この払い川が氾濫したんですね。当時はですね、もう何十年に一度かという大雨だったんでですね、もう耐えきれなくて氾濫したという形ですね。そうですね、3日間こちらの方に来たんですけれども、崖崩れを心配されるご家庭のところにお伺いしてですね、土砂の撤去とかそういった作業をしました。2日目はですねこちらの川の近くに降りてきて床下に潜ったりして泥の撤去をしまして、3日目はですね道路の泥を清掃する作業ですねをしました。こういった災害ボランティアの活動、住民の方々はどう感じていたのでしょうか。1階のものだから全部ほぼ捨てましたね。もう本当泥をかき出しが大変です。他の方もね本当途方に暮れる状態だったからね、ボランティアの方が来ていただいて泥出しやらいろいろやっていただいて助かりました。住民の方々にとっても災害ボランティアの支援は重要な役割を果たしていました。お客さんで来ていた方の家が被災したって言った時はどういう思いでしたか。実際その光景を見た時にですね、やっぱりいつもお世話になっているお客さんですので、やっぱりもう他人事とは思えないというかですね、なんとかしなきゃなっていう思いになりましてですね、いても立ってもいられないような気持ちになってですね、ボランティアに参加した形になるんですけれども、ボランティアと聞くとですねなかなか大変なんじゃないかなとかやっぱ思われるかと思うんですけれども、そういう気負うことなくですね、自分のできるボランティア活動というのは必ずありますんでですね、積極的にですね参加していただけたらなというふうに思います。ボランティアの存在というのは大きな力になるわけですね、はい。一方で前回の特集でスーパーボランティアの小畑さんがおっしゃっていたんですけれども、そのボランティアをするためには事前の準備が必要になるんですね。そうなんです。こちら内閣府のホームページに記載されているものを簡単にまとめてみました、はい。上からボランティア保険の加入、正確な情報の収集、持ち物の準備、チェック、そして食事、宿泊先、交通手段の確保が必要となってきます。特に上の2つなんですけれども、ボランティア保険の加入、こちらは社会福祉協議会への事前の登録が必要です。出発の前日までに必要なのでご注意ください。また正確な情報ですね、被災地の状況は刻一刻と変わっていきます。必ずウェブページなどをご確認ください。
災害ボランティアに参加する際には被災地が今何を求め何を必要としているのか確認してから参加しましょう。以上、ここまで災害ボランティアについてお届けしました。